アイテム番号 SCP-172JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。すべての SCP-172JP は SCP-172JPA を除いて、サイト8181の提供井戸物品庫に分解された状態で収容されています。SCP-172JPA は稼働状態で専用に縮小された備品が設置されたサイト8181の収容室に収容されています。SCP-172JPA の精神的な健康維持のため、夜間に稼働状態の解除及び翌朝に稼働状態への移行を行っています。夜間の稼働状態解除は自発的に行うため、担当職員は毎朝 SCP-172JPA を稼働状態にしてください。セキュリティクリアランスレベル2以上の職員は SCP-172JPA と交流しても構いません。SCP-172JPA には週に一度の心理カウンセリング及び精神鑑定が実施されます。実験に関してはセキュリティクリアランスレベル3以上の職員から許可を得た上で行ってください。SCP-172JPA が非協力的な態度を取った場合は分解しても構いません。SCP-172JPA から基本的な備品以外の物品要求が発生した場合はセキュリティクリアランスレベル4以上の職員の許可を得た上で与えてください。またこれらの物品は非協力的な態度を取った場合にペナルティとして没収してください。現在までに要求されたものの一覧。娯楽書籍。内容審査の上で一部許可。新聞、不許可。実験の拒否権、不許可。日記帳、許可。ただしカウンセリング時に内容を確認すること。手紙、不許可。PC、不許可。職員と使用するためのゲーム。内容審査の上で一部一許可。説明。SCP-172JP は様々な比率でサイズが縮小された動物の身体の一部を模したパーツ群です。1、種1、パーツが回収されており、モデルとなっている動物の種類は哺乳類、鳥類、爬虫類にとどまらず、魚類、節足動物、軟体動物など多岐にわたります。パーツは主に胴、腰、腕、手、足、足に分かれていますが、魚類、節足動物、軟体動物などにおいてはこの限りではありません。すべてのパーツには他のパーツを接合するための突起または挿入部が存在しており、ある程度自由に組み替えることが可能です。素材はすべて未知の物質でできており、解体、破壊の試みは成功していません。非破壊検査によって内部構造はモデルとなった生物に極めて近い構造をしていることが判明しています。またすべてのパーツに、日本生類総研の文字が刻印されていますが、識別番号などは記載されていません。なお、後述の SCP-172JPA を除いて頭部パーツが存在する個体は発見されていません。SCP-172JPA は高さ 17.5cm。重さ 697g の人型男性の SCP-172JP です。他の SCP-172JP と同じ素材で作られており、組み立て及び分解が可能です。また SCP-172JP のみの特徴として頭部パーツが存在しており、全身を組み立てた場合に自律稼働することが挙げられます。以下、稼働状態。稼働状態の SCP-172JPA は一般的な成人男性程度の知能を持って行動し、運動能力は一般男性の10分の1程度であることが判明しています。なお稼働状態はパーツの脱落によって終了することが確認されています。SCP-172JPA は稼働状態でない時は意識を失っている状態であり、通常の睡眠行動は不可能であると説明しています。また食事は可能ではあるものの必要ではない模様で、排泄行動は確認されていません。また SCP-172JPA は他の SCP-172JP と組み合わせた状態でも稼働状態になることが可能です。これらは SCP-172JPA の頭部に対して、一つ以上の胴体及びその先に胴体に対応する数の手、足、
羽、ヒレなどの終端パーツがつながっていることが条件となります。これら組み合わせた状態の SCP-172JPA もパーツの脱落によって稼働状態を終了します。SCP-172JPA は剥ぎ合わされたパーツは自分の意思によって動作しており、このために羽や軟体動物の触手などは正常に動作させることができないと説明しています。なお各 SCP-172JP の寸法は SCP-172JPA に合わせて自然に接合できる大きさに調整されているようです。SCP-172JP 及び SCP-172JPA は1900年月日に実施された日本生類総研の関連が疑われる施設への襲撃により回収されました。詳細は、県における日本生類研調査レポート、を参照してください。SCP-172JP 及び SCP-172JPA は発見時、分解された状態で一つのプラスチック容器に入れられていました。また SCP-172JP に関する資料などは回収されていません。回収された容器に記載されていた言葉、日本生類総研 A-006 動作確認モデル、インタビューログ 172JP-A 対象 SCP-172JP-A インタビュアー長谷博士付記、このインタビューは SCP-172-A を初めて稼働状態にした際に行われました。録音開始。長谷博士、はじめまして。これからいくつかの質問をさせてもらいます。SCP-172JPA、また実験するのかよ。いい加減にしろよ。長谷博士、失礼ながら、私たちは日本生類総研ではありません。SCP-172JPA、それじゃあ、俺は助かったのか。長谷博士、では、質問を始めます。答えていただけない場合はそれ相応の対応をさせていただきます。SCP-172JPA、俺の名前は、1900年月ビニアの連中に誘拐されたんだ。それで気がついたらこんなことに。家族、そう家族はどうなったんだ。長谷博士、いくつかの質問の手間を省いていただいてありがとうございます。それからここでは172番あるいは SCP-172JP と呼ばれますので覚えておいてください。 SCP-172JP-A、 どういうことだよ。俺は助かったんじゃ。長谷博士、ああ、この場合は識別が必要ですね。SCP-172JPA となります。SCP-172JPA、おい、家族はどうなったんだよ。長谷博士、施設からの回収は一例のみです。では次に、SCP-172JPA、答えろよ。長谷博士、おっと、衝突音。混乱した SCP-172JPA が長谷博士に飛びかかってきたため迎撃した。長谷博士、SCP-172JPA、右手の脱落を確認。反応なし。損傷確認を開始します。いくつかの雑音。長谷博士が SCP-172JPA に近づいたため、長谷博士、外部から損傷確認できず、パーツ脱落による非活性化の可能性が疑われます。数秒間沈黙。長谷博士、危険性はなしと判断し、再度稼働させます。SCP-172JPA、非、長谷博士、おはようございます。パーツが外れると動けなくなるのですね。SCP-172JPA、そうだよ。だからもう、長谷博士、こちらに対して協力的であれば、手荒な真似はいたしません。また、それなりの待遇はしましょう。SCP-172JPA は、わかった。長谷博士、それでは、そうなった経緯について教えていただけますか。 SCP-172JPA、俺は1900年月日の夜寝ている間に家から誘拐されたんだ。どうやってかはわからない。あの、罵倒野郎どもの話だと家族も一緒だって。長谷博士、その身体になった経緯は。 SCP-172JPA、 知らねえ。起きたら、俺の身体が犬になってて、
バラバラにされて、今度はトカゲになったり、わけのわからない生物の塊になってたり、蝶や博士。なるほど、わかりました。それでは今回はここまでにしておきましょう。SCP-172JPA。また俺をバラバラにする気か、蝶や博士。そうですね。自我を持つ人型存在のようですし。その状態でいることは許可します。蝶や博士先ほども言った通り。こちらに協力していただければ物品の支給などの見返りは用意します。よろしくお願いしますね。録音終了。終了報告書 SCP-172JPA 用の収容室の準備を、それと精神鑑定及び定期的な心理カウンセリングも要請します。ポイ SCP-172JPA が自分の家があったと主張する住所には、SCP-172JPA と酷似した同姓同名の人物及びその家族が居住していました。居住している。市に話を聞いたところ、誘拐の事実はなく、その翌日も普通に生活をしていた、という証言を得ました。市とその家族への聞き込み及び身辺調査も実施しましたが、異常な点を見出すことはできませんでした。